にクラフト科学モード以外すぎるアイテム4000。マジで全部ヤバすぎるので終わるまで瞬き禁止です。いやそれは鬼畜すぎる。あとこの動画はもう二度と出てこないかもだからいつでも見れるように画面2回タップで保存してね。それじゃあまずはワールドのところから、チートってところを選んで、チートをオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。それじゃあ一つ目なんだけど、炭素9個。炭素20個で、原油が作れるんです。原油って、あの原油だよな。マイクラに原油ってなんかすごい感じですね。語彙力はどうした。それじゃあ二つ目なんですけど、これは誰でも知ってる科学式です。誰でも知ってる。水素二つ。酸素一つで、なんと水が作れるんです。なるほど H2O か。やっぱり科学モードは勉強になっていいですね。三つ目は鉄一つ、硫黄一つ、酸素四つで、まさかのイカスミが作れます。これ作れるのか。最後は実験テーブルを置いて、その中に適当に何か入れて結合すると、廃止物が手に入ります。絶対いらないだろ。ちなみにチャンネル登録しないと実験失敗して作れません。いや何があった。ねえマリサスーパー肥料ってアイテム知ってる？スーパーの肥料？なんだそれ。まあ統合版にあるんですよ。そうなんだ。ならそのスーパーの肥料の作り方を教えてくれ。わかったよ。あとこの動画はもう二度と出てこないかもだからいつでも見れるように画面2回タップで保存してね。それじゃあまずはワールドのところから、チートってところを選んで、チートをオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。それができたら水素、窒素、リン、化合物生成器、実験テーブルを取ってください。次に化合物生成器を置いて、窒素一つ、水素三つで、アンモニアを作ります。次に実験テーブルを置いて、アンモニア一つ、リン一つを置いて結合すると、スーパー肥料が作れます。すげえちゃんと肥料の見た目してる。このスーパー肥料では名前通り性能がスーパーになっており、あ、買い物のスーパーじゃないのか。このように一回使っただけで最終段階まで成長させることができます。なるほど便利だな。ちなみにチャンネル登録しないと実験失敗して作れません。いや何があった。ねえマリサ TNT を水中で爆発させる方法知ってる？ TNT を水中で爆発か。普通 TNT って水中じゃ爆発しないんじゃないか。それがですね、統合版限定の機能を使えばできるんですよ。やり方を教えてくれ。わかったよ。それじゃあまずはワールドのところから、チートってところを選んで、チートをオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。とりあえずその中からナトリウムってやつを探してください。NA ってやつだぜ。そうしたら次に TNT も取ってください。そうしたら TNT とナトリウムをクラフトします。あれ？何も出ないぞ。あ、ちなみに TNT の上にナトリウムを置かないと作れません。いや最初からそう言えよ。ってことで無事作ることができました。すげえな。普通の TNT と比較してみます。ちゃんと水に、え、待って水に落ちないは聞いてない。何やってんの？あー。いやバカかよ。次はさっき作った水中の TNT を使ってみましょう。おお、見事に水中でも爆発したな。ってことで面白いからみんなもぜひやってみてね。ところで、ねえマリサ目薬ってアイテム知ってる？え？目薬なんてアイテム知らないぞ。そんなアイテムないだろ。実は統合版限定で誰でも手に入れることができるんです。どうやって手に入れるんだ？わかった教えるよ。それじゃあまずはワールドのところから、チートってところを選んで、チートをオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。その中からまず20番のカルシウムを取ってください。この CA って書いていて水色のやつだぜ。次に醸造台、ブレイズパウダー、奇妙なポーションを取ってください。奇妙なポーションは醸造台で水入り瓶にメガーウォートを付与したら作れるぜ。これができたら醸造台を設置して、ブレイズパウダーを置いて、奇妙なポーションを置いて、最後にカルシウムを置いて醸造すると、目薬が完成します。この目薬では名前の通り盲目を解除する効果があります。いやこれ牛乳飲めばいいだけのような。ちょっと黙れ。試しに合点で使ってみようぜ。あ、待って目薬使えないんだけど。あ、合点では使えないから気をつけてね。いやなんか私が実験台みたいになってるんですけど。みんなは知ってたかコメント欄で教えてね。ところで、ねえマリサ気づけ薬ってアイテム知ってる？気づけ薬か聞いたこともないな。まずマイクラに薬なんて存在しないだろ。それが統合版にはあるんですよね。そうなのか？それじゃあ教えてくれ。わかったよ。それじゃあまずはワールドのところから、チートってところを選んで、チートをオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。そうしたらまずいっぱいアイテムがある中からビスマスってやつを取ってください。左上に83って書いてあるやつだぜ。次に奇妙なポーション、醸造台、ブレイズパウダーを取ってください。奇妙なポーションは醸造台で水入り瓶にネガーウォートを付与したら作れるぜ。これができたら醸造台を設置して、ブレイズパウダーを置いて、ビスマスを置いて、最後に奇妙なポーションを置いて醸造すると、気づけ薬が完成します。この気づけ薬では吐き気状態を治してくれます。試しにフグを食べて吐き気状態にしていきます。あ、待って毒は効いてないって。痛い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 。いや、そんなこと言ってないで早く飲めよ。お、ちゃんと吐き気治ったな。いや、待って私まだ毒食らってるんですけど、みんなは知ってたかコメント欄で教えてね。いや、助けて。ところで、ねえマリサ解毒剤ってアイテム知ってる？解毒剤なんてアイテム知らないぞマイクラにないだろ。実は統合版限定であるんですよね。そうなのか？どうやって手に入れるんだ？それじゃあ教えるよ。それじゃあまずはワールドのところから、チートってところを選んで、チートをオンにして、
次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。次にこのいっぱいあるアイテムの中から銀を取って、灰色で左上に47って書いてるやつだぜ。次に醸造台、ブレイズロット、奇妙なポーションを取ってください。奇妙なポーションは醸造台で水入り瓶にネザーウォートを付与したら作れるぜ。これができたら醸造台を設置して、ブレイズパウダーを置いて、奇妙なポーションを置いて、最後に銀を置いて醸造すると。解毒剤が完成します。この解毒剤は名前の通り毒をなくすことができます。こういう風に毒蜘蛛に襲われていたりした時は、毒をなくせます。いや絶対流入の方がコスパよってくさ。待って待って痛い痛い。何してんの？解毒したのに死んだんですけど。いやお前が雑魚なだけだろ。いやひどくね。黙れ。みんなは知ってたかコメント欄で教えてね。ところで、ねえマリサ万能薬ってアイテム知ってる？万能薬とかいうアイテムはマイクラにはないぞ。いや実は統合版には存在するんですよ。え？そうなのか？なら教えてくれ。わかった教えるよ。それじゃあまずはワールドのところからチートってところを選んで、チートをオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。次にこのいっぱいあるアイテムの中からコバルトを取って27と CO って書いてあるやつだぜ。そうしたら次に醸造台、ブレイズパウダー、奇妙なポーションを取ってください。奇妙なポーションは醸造台で水入り瓶にネザーウォートを付与したら作れるぜ。これができたら醸造台を設置して、ブレイズパウダーを置いて、奇妙なポーションを置いて、最後にコバルトを置いて醸造すると、万能薬が完成します。万能薬では弱体化を直してくれます。ってことで鉄をボコボコにします。いややめとけって。俺私のパンチ食らいなさいよ。あ待ってやばい。いやアホだろ。おいおいに逃げるな。え、は？なんか死んだんですけど。アホかよ。みんなは知ってたかコメント欄で教えてね。ところで、ねえマリサケミカルライトってアイテム知ってる？ケミカルライトなんてアイテムマイクラにはなかったぞ。それが統合版限定で存在するんですよ。そうなのか？教えてくれ。わかったよ。あとこの動画はもう二度と出てこないから、いつでも見れるように画面2回タップで保存してね。それじゃあまずはワールドのところから、チートってところを選んで、チートをオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。それができたら次に炭素、水素、窒素、酸素、化合物生成器、最後に自分の好きな染料を取ってください。それができたら化合物生成器を置いて、炭素10個、水素20個でポリエチレンを作ります。次に炭素8個、水素7個、窒素3個、酸素2個、それでルミノールが作れます。最後に水素2個、酸素2個で、過酸化水素を作ってください。次に作業台で、ポリエチレンを両端に、ルミノールを下に、真ん中に染料、最後に一番上に過酸化水素を置くと、ケミカルライトを作ることができます。このケミカルライトは長押しで光らせることができます。お綺麗なんだぜ。ちなみにチャンネル登録しないと実験失敗して作れません。いや何があった。ねえマリサ滅ブロックってアイテム知ってる？なんやねんそれで魔流すな。いやいや統合版には本当にあるんですよ。そうなのか？教えてくれ。わかったよ。あとこの動画はもう二度と出てこないかも、だからいつでも見れるように画面2回タップで保存してね。それじゃあまずはワールドのところから、チートってところを選んで、チートをオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。それができたら水素、酸素、炭素、ナトリウム、塩素、鉄、化合物生成器、最後に実験テーブルを取ってください。次に化合物生成器を置いて、水素2個、酸素1個で水を作ります。それができたら炭素7個、水素4個、酸素1つで木炭を作ります。最後にナトリウム1個、塩素1個で塩を作ってください。そうしたら左から順番に、鉄1個、水1個、木炭1個、塩1個を置いて、結合すると、鉄ブロックができます。この熱ブロックは名前通り周りの氷などのブロックを溶かします。すげえ本当だ。ちなみにチャンネル登録しないと実験失敗して作れません。いや何があった。ねえマリサ氷爆弾ってアイテム知ってる？氷爆弾？何それ。実は統合版限定で存在するんですよ。なるほど教えてくれ。わかったよ。あとこの動画はもう二度と出てこないかも、だからいつでも見れるように画面2回タップで保存してね。それじゃあまずはワールドのところから、チートってところを選んで、チートをオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。それができたら炭素、水素、ナトリウム、酸素、化合物生成器、最後に実験テーブルを取ってください。次に化合物生成器を置いて、酸素2個、水素3個、ナトリウム1個、酸素2個でたくさんナトリウムを作ってください。元素は動画通りに置いてくれだぜ。最後に実験テーブルを置いて、たくさんナトリウムを左から順番に4個置いて、結合すると氷の爆弾ができます。すげえ本当にできてる。この氷爆弾は名前の通り水を凍らせることができます。すげえ便利だな。こんな使い方もできます。いや村人さんたち固まってるよ。氷だけに思んな。ちなみにチャンネル登録しないと実験失敗して作れません。いや何があった。ねえマリサ水中で松明を置く方法知ってる？いや水中で松明なんて無理じゃね。それじゃあ水中松明ってアイテム知ってる？レイムはさっきから何を言ってるんだ。そんなアイテムないだろ。実は統合版にはあるんですよ。マジか初耳だわ。教えてくれ。わかったよ。あとこの動画はもう二度と出てこないかも、だからいつでも見れるように画面2回タップで保存してね。それじゃあまずはワールドのところからチートってところを選んで、チートをオンにして、
次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。それができたら次にマグネシウムを取ってください。次に棒、石炭か木炭を取ってください。何をするつもりなんだ？流れ的に水中松明の作り方でしょ。それじゃあ松明をさっきのアイテムで作って。いや、普通に最初から松明でよくね。さっきのマグネシウムと一緒にクラフトしてください。ちなみに松明の上にマグネシウムを置かないと作れないよ。すると水中松明が出来上がります。おすごいな。水中松明の見た目はこんな感じです。魂の松明に似てるけどこっちは火の部分から光が出てるんだな。使い方はそのまま名前の通り水中でも置けます。普通に水中探索とかしてる時に使えそうだな。ちなみにチャンネル登録しないと実験失敗して作れません。いや何があった。ねえマリサイロプキ松明ってアイテム知ってる？聞いたことないな。実は統合版には存在するんです。知らなかった教えてくれ。わかったよ。あとこの動画はもう二度と出てこないかもだからいつでも見れるように画面に書いたアップで保存してね。それじゃあまずはワールドのところからチートってところを選んでチートオンにして、次に下の方にあるエデュケーションエディションっていうのをオンにしてね。そうするとなんかいっぱいアイテムが追加されます。これモッドじゃないのすげえな。それが終わったらまず化合物生成器を取って松明、セリウム、水銀、カリウム、タングステン、塩素を取ってください。次に化合物生成器を置いてカリウム1つ、塩素1つで塩化カリウム、セリウム1つ、塩素3つで塩化セリウム、水銀1つ、塩素2つで塩化第2水銀、タングステン1つ、塩素6個で塩化タングステンを作ります。最後に色付き松明の作り方ですが、塩化カリウムと松明で紫色、塩化セリウムで青色、塩化第2水銀で赤色、塩化タングステンで緑色が作れます。普通に綺麗で建築とかで使えると思います。確かに。ちなみにチャンネル登録しないと実験失敗して作れません。いや何があった。